こんにちは、こんばんはってことで、アルマジロです。今日はエイペックス過去2期やっていきたいと思います。新シーズンになりましたね。新シーズンとっても難しくて嫌いです。いきます。てかマジでさ、新シーズンになってからバカほど難しくなったくない？エイペックスやってる民からするともうめちゃくちゃ難しい。前回の方がまだ良かった。むちゃくちゃ難しいもん。むずむずのむずむむずやってきました。エイペックスをレジェン、私がジャンプマスターなんですが、どこへ行こうかと言いますと、どこ行こうって言った？おい、ランパート落ちてんやんけ。新しいキャラクターを使ってると思ったら落ちてる。落ちてない、いる。亡霊がおるわ、亡霊が。ラン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 パート、ラン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 、かわいそうにランパート落ちちゃって。なんで、どうしたの？回線落ちかな。おいおい、おる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 、人がいるよ、人が。思うんだけど人いるの。バカバカめ、くさ、やめて、もう。なんでそ、ランパートよ、ランパート。愛情込めてランパちゃんって言ってやるよ、ランパちゃんよ。そして誰もいなくなったみたいな。武器持てばな、なんとかなるはずだから。武器を持とう。うん、おらおらうたもう、あんまり殺せよ。新シーズンでも私は活躍できるんだっていうとこを見せつつ、かっこいいとこも見せつつ、私のいつもの日記を綴っていこうかと思ったのに、かっこいいとこ見せられないし、めちゃくちゃ人いるんだけど。ランパートって何？ランパートね、難しくない？てかめっちゃ喋るんだけど、このレブラント。貴様はママ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 にする。けど最近さ、物件見に行って、都内にママと車乗って一緒に行ったら、うちの地元のところ、地元のとこでさ、なんか衝撃的なものを見て。最近は少ないかもしれないけど、ポイ捨てタバコみたいなさ、車の外から、車から出すポイ捨てタバコみたいなやつあるじゃん。あれあると思って、敵がおるわ。ちょっと敵倒してからあいつをタバコにしてくるわ。女の子がタバコなんてはしたない。どこだどこだ、どこだ、どこだ。うわっ、ペッパだったみたいで。来る、めちゃくちゃ私グレネード持ってる。痛い。おっと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 、全くもう新シーズンになっちゃったから全然活躍できなくって、元から活躍できてたかって言われると、もう全く新シーズンから全然活躍できなくなっちゃって、子供と活躍できてたかって言われると全然活躍できてなかったんだけど、まああまり変わらないということで頑張っていこう。さっき話した話なんだけど、車からタバコ落とす人とかってさ、昔めっちゃいたじゃん。落としタバコっていうか、車車窓タバコみたいなやつ。ママと一緒に普通にブンブンしてて、ドライブみたいなことしてて、目の前の車の人がいきなり窓からポンって投げ出してて、何かをゴミ捨ててて、マナーがなってない人だなみたいな。またタバコ捨てちゃって、どうせタバコだろうみたいな。タバコを車から捨てるやつなんかもう、うちの田舎だったら何回も見てきたよって思って。まあまたタバコ外から出してて、ほんとマナーなってない人ってやだわみたいな感じで思ってたらさ、なんかタバコじゃないの。全然火もついてないし、細長いみたいな棒みたいな棒状のものでもないし、え、これ何って思ったんよ。この今この人が投げてるのはうち何なんだろうと思って。で、よくよく凝視してみたら、むちゃくちゃ丸っこいやつが目の前にあって、その丸っこいやつ何と思ってよくよく見てみたら、ブドウだったんよね。ブドウ投げるやつおる？車から、車からちっちゃいブドウ投げるやつおる？種なしの方だったと思うんだけどさ、種なしブドウかなんか分からんけども、ちっちゃいデラウェアみたいな感じ、デラウェアで合ってるのか分かんないけど、デラウェアみたいなさ、そういうやつだったんだけど、あれ投げるやつおる？車でブドウ食べるのはいいよ、全然別に怒りませんよ。でもね、車から出しちゃいけないでしょ、そのブドウ。全然ブドウなんてダメだと思うんだけどね。びっくりしたもん、なんかブドウ投げ出す人見て、日頃もそんなことしてんのかなって思ったわ。日頃ブドウ投げ出すやつおる？でもそうなったら、ポイ捨てタバコとかタバコ投げる人って少なかったよね。タバコ吸ってる人のマナーが良くなったのかもしれない。そう思うと私は素敵な気持ちになる。素敵な気持ちだ。さっきあれなんだってね、 R341 がめちゃくちゃいいよみたいな感じのこと聞いたんだけど、ガチ。今回は私のかっこいいとこを見せる回にしますね。全然当たらない。おい、どこにいるんだ。私がやってたのはいそこ。行きます、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 行きます。言うもん。
うまいところだけしか取ってかん。本当に人間って、人間ってな。人間なんだろうな。最近、私が一番衝撃だったことって言ったら、ママがバニラの広告を知ってたっていうのが一番。一番衝撃的だった。ママだったらそういうのってさ、あまり弱いやん。バニラの広告見て、あ、バニラだって言われて、いや、待て待てみたいな。娘ぞって。別にアイスのバニラが食べたかったのかどうかわからないけども、求人広告だったからさ。バニラ、バニラ、バニラ、求人って感じ。バニラ、バニラで高収入。あ、欲しい。でも怠惰の生活してますよ、寝て起きて寝て起きて、おい取るなよ今、おいおいおい、なんでそんなことする、なんでそんなことする、一番最初に唾つけたじゃん、お前たち仲間かな、唾つけたのに最初に私のものだって言ったのに、こいつだってもう、まあ別にレイスさんだからもう仕方ないか、でかいおじちゃんよりレイスが取る方がいいもんな、仕方ない、そうだ仕方ない、お前だけは許さんぞブラハ、まったくブラハちゃんよ、私が頑張って取ろうと思ってツバつけられたのに、ピンはツバだからな、お前ツバつきのやつ使ってんだぞ、エネルギーアンモがいる、ちょうだいちょうだいちょうだい、あ、優しい、水に流そう、私も水に流すわ、過去のことは忘れる、過去のことは水に流しました、トイレみたいな、もうこれはトイレ、これは語弊が生まれるからやめよう、ちょっと最近カレー屋さん、本格カレー屋さん行きたいと思ってさ、中学校とか高校生の頃本格カレー屋さん行ってたんだけど、あそこのナンめっちゃ多いんだよね、本格のカレー屋さん、がっつりなんか本場の人がやってますみたいなカレー屋さん行ったんだけど、ナンがでかい、手よりあるわ、手よりもでかいな、もうなんならナンなん、ナン、ナンなの、ナンじゃなくて手なのかもしれない、これが言いたかっただけでナンをずっと連呼してるんですけど、ほんとしょうもないなって思います、私も、皆さんも思ってることでしょ、こいつ何しょうもねえこと言ってんだろうって私も思ってます、こういうことばっかしてるから私も知能指数が低いって言われるんだろうな、マジで、この動画見てる方もわかるでしょう、マジロちゃんはきっと脳死で喋ってるんだろうなって、マジちゃん寝起きなんですよね、鬼ほど当たる、これはもういい例えが重いから、痛い、あいつ鬼ほど当たるやん、これはもう、ね、どこいるのあいつ、ねえ私のこと狙ってるの、最低、痛い、女の子に向かって銃を向けるなんて本当にもひどいわ、どういう教育してきたのかしら、ちょっとやめようよ、リング行こう、リングやつらはどこに行ってるの、戦いたいのね、戦いたいの、戦いたくないの、戦いたくはないよ、戦いたくないとか言ったら怒られるかもしれない、痛い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 、絶対痛いよ、絶対痛い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 、痛くない、夏だからそんなに暑いのはきついんだけどさ、まあ、とりあえずぬくもり欲しいなって思うよね、マジでぬくもり欲しい、夏ってちょっと寂しくなっちゃうね、紫になっちゃった、やばい、そんな最低、おいおいしいとこ持ってっちゃったよ、おいしい係やん、あの人がまずい、任せろ、任せろ、どこにいる、シルズシルもらっとこう、セラがない、やばい、どうする、もう行くしかない、ありがとうありがとうありがとう、ダン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 、ベースフェン、ありがとう、これどうやって登れと、お、無理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 、当たらねえ、うるるー、誰が当たるっていうの、このポルトランドがっていうの、本当にボルトもびっくりよ、誰が当たるのこんなん、私はもう今シーズンダメだー、しかもちょっともう嫌や、もうダメだ、もうダメだってことで、カレー食べてきます。